今年デビュー36周年を迎えた足立由美が、最初で最後の足立由美役を演じることで話題のドラマ、捨ててよ、足立さん、テレビ東京ほか、がいよいよ、4月17日、金曜日、よりスタートする。写真、ドラマ、捨ててよ、足立さん。第1話より物語は、擬人化した、捨てられないもの、が夢の中に現れ、自分を捨ててほしい、と名乗り出るシュールな世界観が展開される。擬人化した、もの、を演じる、片桐はいり、加藤諒、二郎、シソンヌ、戸塚純喜、北村匠海、松本まりか、渡辺大地らと繰り広げる、やりとりも気になるところだ。今回は、そんな本作にちなみ、主演の足立由美に、捨てられないもの、を聞いてみた。同情するなら、品をくれ。この強烈な名セリフを生んだ、1994年、家なき子、日本テレビ、放送当時12歳だった足立も、今や2児の母、捨てられないもの、には思い出が詰まっているようだ。9、足立さんが実際に、捨てられないもの、を3つ教えてください。1、パジャマ妊娠中に着ていたもので、今着るとゆるゆるで下がってしまうので着られないのですが、とても愛着がありますし、さらに年を重ねて私がもっとふくよかになったら着られる時が来るかも、などと考えてしまって、なかなか捨てられません。2、子供たちが描いてくれた絵ずっと持っていたい私の宝物です。3、10代の頃に片岡鶴太郎さんからいただいたお手紙心温まるメッセージを直筆でいただき、私にとってとても思い出深いものです。20年近く大切に持っています。9、逆に今欲しいものを教えてください。今欲しいものは、植物をきれいに飾れるような、渡し棒のようなものが欲しいです。外に出られない日が多いこのような状況ですので、日々部屋の中のグリーンに癒されているのですが、理想は温室のような部屋にすることなので、もう少し手を加えていきたいです。9、最後にこのドラマ見てくださる方へメッセージをお願いします。このドラマは、単に物を捨てていくということだけではなく、そのものに関する自分の感情や本音と向き合って、気持ちを整理していくストーリーです。最後まで見終わった時に、なんだか清々しいと思っていただけるようなドラマになっているかと思います。皆さんにとって、毎週の小さな楽しみになるように願っております。取材、文、和髄、東京編集部、C、捨ててよ、足立さん。捨ててよ、足立さん。インタビュー、足立由美、私の宝物、20年捨てられない大切なものとは、は、WHATS in、東京へ。